首都圏の美術館情報をお伝えする美術館へ行こうです。今回は銀座にある和田画廊で開催中のジャン・マリー・ハッセル個展をご紹介します。今日ご案内いただくのは中村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて中村さん、ここは銀座ですよね。今日は銀座のギャラリー行こうと思ってるんです、はい、早速行きましょう。お願いします。ギャラリーって作品を購入できるところなんですけれども、はい、でも日本の美術館がまだ取り上げていない新しいアーティストに出会うことができるので、私はよく通ってるんです、気楽に。楽しみです。はい、こちらです。こちらが今日ご案内する和田画廊です。今回はまだ日本で紹介されていない新しいアーティストの作品が展示されています。早速入りましょう。はい、こんにちは。こんにちは。画廊って少し敷居が高いのかなと思っていたんですが、こちらは入りやすい雰囲気ですね。そうですよね。最初にこちらの作品ご覧ください。はい、色がエネルギッシュに動いているようですよね。本当ですね。こちらはニューヨーク在住のフランス人アーティスト、ジャン・マリー・ハッセルの作品なんです。このパワフルな作品を生み出している彼はなんと80歳を超えているんです。すっごく生命力が感じられますけどね。絵の具も盛り上がっていて力強いですよね。次はこちらをご覧ください。先ほどの作品と同様、2011年に制作されたものなんですけれども、先ほどの作品と違ってこちらは細かい描写で、何か静かなイメージじゃないですか。うん、静かに落ちた葉っぱのようですもんね。この繊細な表現は浮世絵に影響を受けてるんです。彼は約40年前に浮世絵に出会って、その緻密な技巧にとても感動したことから、その繊細さを作品に取り入れています。ああ、それでこちらには浮世絵が置いてあるんですね。私実は先月ニューヨークの倉庫の彼のアトリエを訪ねたんです、その時にも浮世絵をたくさん見せてくださいました。次は魚住さんのお好きな作品にしましょう。どちらが嬉しいですか。わあ、どうしようかな。あれにします。どの辺がお好きですか。うん、色がすごくいっぱい使ってあって、なんかこうカーニバルみたいな、あ、華やかな感じがいいですね。抽象絵画って何が描いてあるかわからないっていうことで難しいって感じる人もいるかもしれないんですけれども、今みたいに好きな作品を見つけてどこが好きなのかなって考えを巡らせる、こんな鑑賞の仕方も楽しいと思うんですよ。今日は日本初のハッセルの個展を見ていただきました。いかがでしたか。本当に生命力あふれる作品ばかりで、だからこそいろんなインスピレーションが湧いてきてすごく楽しかったです。でも何よりもこの空間で、この距離でゆっくりと見られるというのは魅力ですね。世界で大変評価の高いハッセルの展覧会をどうぞご覧ください。